ゾンビランドサガの最終話が放送されたらしく、ツイッターが結構ね、賑わってたんですよ。ちょっと前、昨日か一昨日ぐらいかな。で、まあ僕実はまだゾンビランドサガ7話ぐらいまでしか見てなくて、うん。もうちょっといつか見たいなっていう風に思ってたんだけど、まあなんかツイッターのね、散らばってる情報を断片的に繋ぎ合わせるとめちゃくちゃ面白そうだなという結論に至ってしまいました。いつか見たいと思います。ということで、どうも皆さん、こんにちは、水田です。本日はね、ガチャピンモード来てるんで、まあ一応前回は10連だったんでね、まあ今回は、あれなんかガチャピンモードでかくなってない?気のせいか?どんどんでかくなる。ここのモードがでかくなる仕様みたいな。いや、わからん。なんか俺の欲が、なんかそう映させるだけなのかもしれない。なんか今日、じゃあ回していきます。はい。なんと無料でガチャガチャとんでもないルーレット行くぜということで、うん。あ、やべ、音出てなかった。すいません。なんか今日ね、すごい100連が出てる人多いんだよね。なんか100連出たらさすがにガチャ更新待ちたいよくない ?100 連出たらね。100連出なかったらもう回すわ。うん。なんかこの、なんか、みんな100連出てて、羨ましいな。いいよな、みんな。あれ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 なんで音ないんだろうな。なんで音ないんだ。ガチャピンモード突入しちゃった。え、これさ、左側のやつどうなるんだろう。やったぜ。これで今日は SS レアが出るまでひたすらガチャが引けるぜ。あ、消えちゃうんだ。あー、なるほど。ゲージリセットされる。もう一回溜まったらまたできるからな。10日ぐらいできるんだよね、確か。うん。10日ぐらいできるっていうことを考えると、あ、ま、もう2回ぐらいはワンチャンあるっていうことなんだね。いやー、すいませんね。こんな音がないという状況でぶっ飛ばしてしまって、ということで音を鳴らし始めました。ガチャピンモードを着てしまったんで、SS レアが出るまで回し放題になってます。僕今12連なんで、あと290回回せますよ。あと290回、運が悪ければすげえ。じゃあ回していきたいと思います。いきます。10連目、これで気持ちよくなっちゃうぞ。気持ちよくガチャガチャ回しちゃうぞ。おほー。おほー。いいね。いきなりブロンズムーン1個、シルバームーン2個。ちょっとムーンの数見てみよう。SS レアで。ここで SS レアが出てしまうのか。苦しい。苦しい。でも、苦しい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 、だがそれでいい、うん。